はい、みなさんこんにちは、月です。楽しんです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。今日はですね、私は実は最近楽しんさんの動画を全然見てないんですよ、はい、楽しんさんも私の見ちょらんでしょう。見てないです、はい、最近自分の動画でいっぱいいっぱいなんですよね。そうそうそう、忙しいです。忙しくてですね、本当になんかお互いのが何してるか全然分かってない状態なんで、ちょっと何を上げてるかも、そう、動画をどういう内容で上げてるかもちょっとわからない状態なので、今日ちょっと久しぶりですね、私も竹やぶに入って、今どんな状況なのか楽しみさんにちょっと解説をしてもらおうかなと思ってますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、最近ちょっともうね、皆さんからのコメントを動画にしてお答えしていきますということで、最初は YouTube を始めたんですけど、全然お答えもできず、私の好きなことばっかやって本当申し訳ないなと思って。コメント来て誰するの？ちょ、たまにね。あ、そうなんだ。そうなんだけど、あの、再現するのがすごく大変なご質問とかが多くてですね、ちょっとあと料理のこととか、もう料理に関してはですね、本当申し訳ないです。私の気が土下座してるのなんてですよ。だからなかなかちょっと動画にするっていうのが難しくてですね、そこでやれればね、一応できる。そうだね、だからかまどとかね、あったりとかすればもうどんどんやっていくっちゃけど、もちろんあの家の中をね、古いからね、そう、どうしてもちょっとね、お見せするのがね、もう気が引けてですね、なかなか作れない動画が多いこともありますけど、まあ、とりあえず今日はちょっと私の気になることをですね、竹やぶの方行って見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ行ってみましょう。もうだいぶ若竹は少なくなったですね。はい、そうですね。最近切ってないけど、ね、草刈りをちょっとして。二人で最後に切って以来だよね。そうだね。こうちょこっとはやっぱ伸びてはいるけど、なんかこう、足の踏み場もなくっていう感じはないね。この辺は最近も何も触っちゃうんちゃう？この辺はもう一切触ってない。放置したまんま。放置。通ってないもん、全然。もうあっちが開通したからさ。なんか奥が開通したんでしょ。だからね、もう本当にこっち久しぶり歩く。これ廃墟の、まあ、いつもの入り口のところですね。右手側ですね。これ入ってきてますけど、本当中竹に侵食されてっていう感じはないね。ここ屋根裏が開通したってこと？ちょっと、あ、なんか本当綺麗に竹が残っちゃるね。いい感じで。さあ、ここが廃墟の裏のあの鎧張りの小屋のところですね。周りがだいぶ綺麗になりましたね。すごい広くなったじゃん。1メートル狩りじゃないから、ほんとすっきりだね。片付けたいんだけどね。そうだね。まあ冬だね。ちょっと今ヘビとかおったみたいな。見たくないね。確かに確かに。もう中が崩れてきてんだよね、この中。あ、そうなんだ。へえ。新しい竹がさ、それそこに生えてるの分かる？そこの小屋のさ、中のほら、そこの天井。あ、うん。これは若竹、今年の。これか。これですね。この。この屋根から飛び出してちょっと日に当たって見えにくいですけど、若竹、で崩れて、ほらもう屋根が壊れてるで、中の柱も壊れてるもん、ね、もうそれで伸びちょるね。だからこういう竹が多分小屋を壊すもんね。壊してくちゃね。すごい威力だね。本当だ。中はもうこれぞ廃墟って感じだね。崩れまくってるね。時間の問題ですよ。でね、このまま突き破って。だいぶ伸びちゃうね、本当や。すごっ。お、ビワの木が。もう出てますよ。丸見えじゃないですか。一回ちょっと切りたいんだよね。何を？あ、ビワを。そうそう、届かんからさ。だいぶ高いとこまでね。そうそう、上になってても
なんか下の方からね、こうなんか出てくれればね、ここら辺からさ、芽がね、新芽が出て枝が出ればいいけど、この辺とこからなんか出てくればさ、うんうん、もうこの上でスパン切ってさ、そうだね、こっから伸ばせばいいよね。取れそうだよね。一応今年実がなったんだよね。なったけど、もうダメ、すぐダメになったね。なかなか影やったから、すぐ黒く変色して、そうだね、大きく黄色くなりきらんかったもんね。あーとこのさ、これよこれ、ずっと長年、前々からコメント来て、これなんでしょうねって言ってたやつ、カーブミラーみたいなやつがありますよねって言われてさ、前はこういう藪の中やったからよ、遠くからアップして撮ってて分かんなかったんだけど、うわ、蚊がやば、あれやんね、ん、なんだっけ、煙突の、ああそうそう、上ね、屋根だったんだよね、ああこれね、そうなんですよ、ここの小屋の煙突の先っちょの屋根が倒れて、カブミラみたいに見えてただけでした。でコメントの中で皆さん気づいてらっしゃる方も多かったですけど、これも丸見えになってきました。すごいじゃん、向こうが通れるようになってんじゃん、頑張ったね。小屋の背面が丸見えじゃん。もうこの置き場がどんどん埋まっていってる本当だ、すごいすごい、この断面が、そうなんだよね、こっちね、結構太くない、そしてこの辺のでかい、でかい、ねえ、おいしそう、虫がすごい、すごい、具がすごい入りそうなぐらいある、おーすごい、おい、でもさ、1年でまだこんだけだからね、まあ短いからね、作業時間がね、まあまあね、うん、十分よ、一人でこんだけやればよ、まあね、うわー見て、すごいね、ここからの景色すごいね、ほんと、いいよね、さあ、うん、もう全部切ればさ、こっち側、うん、すごい、もう家まで見えるからさ、見えるね、だからこっちから、今考えてるのは、うん、ここの、こっち側で全部、うんうんうん、こっち側の竹をもう残さずに全部切ろうと思ってるっちゃ、あー今さ、ほらここもだから残してるじゃん、これはここも切ろうかなと思って、もこの廃墟のこの部分は、そうだね、で、この杉から、この杉ぐらいから、うんうん、こっち側は残して、あじゃあもうほんと今楽しみさんが立ってるラインから、うんうん、廃墟側はもう全部切って、全部こっちは、そうそう、うんうんうん、で、このそしたらここがスッキリするじゃん、スッキリするね、だいぶスッキリすると思う、ね、この海面側のこの藪の方を全部もう、あ、をちょっと2メートル間隔とかで残していくような、でもこっち側はもう全部切れば、もう全然多分歯とかも少なくなると思う、そうだね、だいぶ軽減されそうだね、うん、いやーすごいすごい、いやー気持ちいいわ、ここからこんな景色が見れるとは思いませんかったわ、ここに立てなかったもんね、だってここの位置まで来れなかったよね、来れんかったね、杉の木が藪の中に隠れちゃったから見えんかったもんね、杉の木があるって知らんかった、そう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 、おーすごい、おー、いつの間にこんなに進んだのっちゅうぐらい、目標今ここよね、ここ全部切れないんだよね、ね、ここだから全部切ったらさ、すっげえ気持ちいいよね気持ちいいわな、すごいすごい、窓ガラスとかも残ってんだね、そうだよ、もう傾いてるよ、でも、うん、なんだ、こんななってるとは知りませんかったわ、うん、すごいすごい、こっちからも、まあ、この小屋のここから出ますけど、さっきこの上にいましたね、伸びてきましたけど、おーすごーい、なんか最初のあの今日牙がちょっと倒れてきてるね、そうそうそう、もう崩れてきてるね、崩れてきてんじゃん、下の竹が腐ってきてるってことかな、いや、重くなったんじゃない、ここに新しいのをぶっ刺せば
支えを。そうそう。ああ、そういうことね。だいぶ折れてきちゃうね。ずれてなんか前のめりになってきてるような気がするけど。そうそうそう、なんかね。全部ね、うん。竹が下から落ちちゃったかじゃねえやろか。いや、それないと思う。それないと思う。そんないのかな。はい、じゃあ、行きましたね。ここも1年経つとさ、結構バキバキになるよ、うん、下。なってるなってる、足元ね。ね、1年経つとね。バキバキ。ね、ここが全部なくなればね、ここの部分がね。だからこの、言うと廃墟の左手側よね。うん、ここを全部切りたいんでしょ。ここはもう全部廃墟から、多分廃墟からずっとまっすぐ行けば、うんうん、そこの畑のところに行くっちゃわ、うん、だからこの三角形、ちょうど三角のエリアね。そうそう、先切ればてっぺんに立っちゃ、杉の木のところを立っちゃったところから、うんうん、畑のラインまでをこうまっすぐ切って、で、こっちは全部ね、そこから入る範囲を。気持ちいいと思ってるね。だいぶ蚊も減りそうだね、ほんとね。いや、もう相当いなくなると思ってる。うん、この辺はちょっとまた戻ってますけど、まあでも、まあ、あの雨の後と思ったらだいぶこの伸び率は減ったよね。そうだね、もう雨の後すごかったもんね。除草剤ここ巻いたからね。ああ、それもあるね。もう行きたんだったもんね。うん、いや、いい感じじゃないですか。はい、はい、ということで今一周回ってきましたけども、はい、まあだいぶ若竹の勢いも落ちてきたかなと、はい、まあ、まだ伸びまくってるけどね。あれで後ろの方もだいぶ綺麗になったね、ほんと ね。あっという間に、うん、あ、開通するまで早くなかった、なんか、うん、開通するまで早かったね。ね、うん、あこう杉の木から、うんうん、まあ、ビアの木らへんからさ、裏からがあんなになっちゃったもん、あった。冬ですね、またあとね、あの下の散らかっちゃうような感じのは、うん、まあちょっとね、手突っ込むと危ないからね。徐々に夏場草刈りが忙しいから、でも手が回らんもんね、うん、ちゃこちゃで、まあ、練習もしたりしたね、はい、無理せず行きましょう、はい、ぼちぼちで、はい、はい、ということで久々私もあの竹やぶの様子を見てきました。あの皆さんの方が竹やぶの様子のことはよく分かっていらっしゃると思いますので、また何か質問なんかありましたらですね、ぜひお寄せいただけますと嬉しいです。もしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。